磯部町は、かつて、三重県島郡にあった町。南西地域に含まれる。2004年10月1日、島郡が五町、大王町、浜島町、島町と合併して、島市が発足し、自治体としての磯部町は廃止された。伊勢島国立公園を呼び、島半島のほぼ中央に位置する。東西約13.45キロメートル。 南北約9 8 3トルに及ぶ。磯部、的屋、世紀の3地域に分けられる。人口は2006年4月時点。磯部地区九島郡磯部村域。特に星印を付した地区は、磯部9号と称し、磯部のご神殿の当番区となる。的屋地区九島郡的屋村域。的屋中学校、的屋小学校の校区に対応。 正規地区旧渡来郡、神原村の東部地区。昭和の大合併に際して、磯辺村が中心となったことから磯辺町となった。この磯辺という地名は、遺蔵とともに神尾から使用されていたとされる大変歴史のある地名である。由来として、磯辺町市は古来磯辺市によって開拓された地域であったことを挙げている。また磯辺町の歴史を記述した、 神地河磯部少子では、先の説を否定し、磯に広がる部民の集落であったこととしている。以下は、国勢調査による。なお、最後の町長、西井和江は、島市の初代市長が選出されるまでの間、市長職務代理を務めた。ただし、2000年3月に、姉妹都市提携を解消した。産業人口2000年時点の統計。ありがとうございます。